皇居では3年ぶりに新年一般参賀が行われ、天皇皇后両陛下の長女愛子さまが初めて出席されました。新年おめでとうございます。3年の月日を経て、今日こうして皆さんと一緒に新年を祝うことを誠に嬉しく思います。いろいろ大変なこともあるかと思いますが、本年が皆さんにとって安らかで良い年となるよう願っています。両陛下は愛子さま、上皇ご夫妻、秋篠宮ご夫妻、佳子さまなど皇族方とともに宮殿のベランダに立ち、訪れた人たちの祝賀に応えられました。一般参賀は午前と午後行われ、初めて出席した愛子さまは両陛下の隣で穏やかな笑顔で手を振られたほか、99歳の三笠宮妃百合子さまは1回目に姿を見せられ、上皇ご夫妻も午前中の3回ベランダに立たれました。可愛かった。大人っぽい方、なんかもう夢みたいです。いい1年になりそうです。今回は密集を避けるため、初めて事前申し込み制で行われ、参加した人は1メートル以上間隔を空け、歓声を控えて静かに小旗を振りました。